計画イメージイスラマバード国際空港は、パキスタンの首都、イスラマバード近郊のパンジャーブ州、EN、アティックディストリクト EN、ファテチャンにある国際空港である。新イスラマバード国際空港とも呼ばれている。イスラマバード中心地から南西に約40キロメートルの場所に位置する。隣接するラーワルピンディにベナジルブット国際空港があったが、航空需要の増加。 施設の老朽化を理由に新空港が建設され、2018年5月1日に開港3日に供用を開始した。2005年に新空港の建設が計画され、用地が取得された。建設計画ではガンダーラ国際空港と呼ばれていた。パキスタンでは最大級の空港であり、開港時には年間1500万人の乗客を受け入れることが可能である。 エアバス A380 などの超大型旅客機も受け入れられる。出発時間の4時間前にチェックインすることが推奨されている。ありがとうございます。